皆さんこんにちは。はい、こんにちは。どうも。イキイキロコモチャンネル Q&A ということで。はい、イキロコちゃん Q&A ということで、はい、また早速質問が来ておりますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。じゃあ質問を読ませていただきます、はいはい。昨年よりイベニティで治療をしていますと、はいはいはい、でこちらの動画で、まあ、何回か多分紹介されていると思うの で、ね、勉強させていただいております、はい。朗らかな雰囲気のご講義ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今回のテーマと少し違うのですが一つ質問を失礼いたします、はい、ということで来ております、はい。以前より原発性の副甲状腺機能亢進症の経過観察、はい、まあ血清のカルシウムが上昇が軽度のため、はいはい、経過観察をしておりますというふうなところですが、はいはい、骨粗しょう症腰椎 67% ぐらい、まあ、70% 未満の改善のために5月に手術を予定しておりますというところですね。でその手術のために3月にイベニティを終了すると。3月にね、はいはい。でその後プラリアという薬に変えるというふうに言われてるんですけれども、はいはい、そのイベニティを終了して2ヶ月間無治療になってしまうのは、はいはい、それで骨密度に影響はないんでしょうかというのを質問ですけれども、結構多くの要素が入ってますね。はいはいはい、まず最初から、まず最初、はいはい、イベニティですけども、はい、イベニティは、月に1回の注射の薬です、はい。で、で骨を作っていくのをこう促して、まあ、骨形成促進作用と、はい、それから骨が溶けていくのを防ぐ作用、はい、骨吸収抑制作用両方持って両方の効果で、骨を強くするという、うん、で骨密度増加効果は今ある薬の中では一番強い、はい、ということになります、まあ、1年間の、注射ですけども、はいはい、でそれをされてるという状態 で、 でそれで副甲状腺機能亢進症という、はい、病気があるということ で、はい、で副甲状腺って甲状腺の首の前のところにね、はい、あるんですけども、でその周囲に4つ小さな粒があるんですね、はい。でそれが副甲状腺、はい、で基本的には血液中のカルシウム濃度を、うん、調節する、はい、なんですよ、はい。それで例えばその、カルシウムの摂取が少ないと、うんうん、副甲状腺ホルモンの出が多くなるんです。で、はい、でそうなると血液中のカルシウムって、一定を保たなきゃいけないので、一定にならなきゃいけないですよね。摂取が少なかった場合はどうするかというと、はい、副甲状腺ホルモンが出て、はい、でそれが出ると、骨吸収が増えるんですね、はい、骨が溶けていくんですね。骨が溶けてで溶けていってでそこの骨のカルシウムを血液中に補充することで、うん、カルシウム値を上げて、はい、いいとこまで上げていくということになります、うんうん。で副甲状腺機能亢進症ってのは何かって言ったら、はい、勝手に副甲状腺ホルモンが出が増えちゃう状態で、じゃあ何が起きるかっていうと、はい、血液中のカルシウム濃度が上がっちゃいます、うんうん、ずっと上がり、そうですね、それから、でどんどん骨が溶けていきます。だからカルシウム濃度は上がるわ、骨は溶けていくわで、骨がすごい弱くなります。骨的にはすごい良くない状態です。良くないです。それが副甲状腺機能亢進症なんですけども、はい、でこの方その血液中のカルシウムの上がり方が少なかったので、うん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 、ちょっと様子見てたんだけども、うんうん、でなんだけども、その副甲状腺機能亢進症の、まあ原因が副甲状腺腫って、うんうんうん、はい、でその粒が大きくなるんですね。粒が大きくなってどんどん、はい、出していって、出していっちゃうと、でなんでその時何をするかって言ったら、4つあるうち大きくなった人取っちゃうんですね。まあ4つあるので取っても別に3つ残ってるんで、3つ残ってるだ、はい、はい。でそれ でその手術を、5月に予定してる、うん、でプラリアは3月に終わる、あごめんなさい、イベニティは3月に終わるんだけども、はい、5月、はい、手術を予定してる、はい、でイベニティの後にプラリアという薬を使う、これよくあるパターンで、イベニティは骨を作る骨が溶けるのを防ぐ、両方やってる、ね、それで増えた状態を、でプラリアは骨が溶けるのを防ぐ、あ半年に1回の注射で、でなんで増えた骨が減っていかないんですね、異様にする、あ、はい、というようなことを、よくイベニティの後のプラリアというのはその臨床試験でエビデンスもあるので、僕もよくやりますけどもね、なるほどね、はい、でそれでやるんですけども、うん、その手術をやるから、うん、3月に終わって、で5月の手術なんで、
で、まあ、5月の終わりか6月になっちゃうよという話で、はいはい、2ヶ月3ヶ月空けといて大丈夫かよっていう話なんですけど、はいはい、もうまあお答えは大丈夫です。大丈夫ですよ。ああ、お答えが後で、はい、やっとこういう、こう、ね、順番通りにしゃべっていただきました。なんかね、はい、もう仕方ないですね、はい、そういう質問は、ね、はい、はいはい、それで、でイベニティという薬は、はい、あまりパタッとやめたからといってずっとほっとくとまたじわじわ下がっていく、この薬だけそうですけどもね、まあ、イベニティはそんなに急激に下がらないので、なんで2ヶ月3ヶ月は大丈夫です。休しても大丈夫、はいはい、でちなみにプラリアという薬は半年に1回の注射ですけども、はい、でこれは、やめたら、ガクガクと下がるということ でこれプラリアはやめたらすぐにビスホスフォネートに移行していかなきゃいけない方がいいんですけども、はい、イベニティはその辺は、まあ、2、3ヶ月は大丈夫ということになりますので、はい、ご安心くださいということで、はい、まあ手術も含めて全部うまくいくといいですね、はい、ということで、いうようなことですね、はい、はい、本当にいろいろな情報を、ね、先生に答えていただきました、ねね、はい、1回聞いても分かんないですよ、ね、何回か見直していただけるといいかもしれないですね。正解にたどり着くまでやっぱりいろんな要素をこう、うん、そうですね、一個一個こう、はい、明らかにしていくと、そうですね、まあ、本当になんかね、最近勉強に、私は聞いてて勉強になりましたね。さすがですね、一回聞いたら分かるのね。さすがです。はい、いつも隣で聞いてますので、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、いきいきロコモチャンネルの Q&A のコーナーですけれども、いつもまたどしどしですね、あ、質問をですね、はいはい、動画のコメントのところに書いていただければ、と思います。はい、テキストでもまあお答えしますし、はい、まあ、ここでもお答えします、ということでよろしくお願いします。はい、いきいきロコちゃん Q&A でした。はい、はい、ありがとうございました。